バファローズ対イーグルスの18回戦。初回のイーグルス、バファローズ先発近藤を攻め、ツーアウト一塁三塁でバッターは5番の剣士。センターへの大きな当たり、この打球がオーバーフェンス。剣士の第3号のスリランホームランで3対0とイーグルスが先制します。2回のイーグルス、ワンアウト三塁でバッターはラストバッターの小坂。チェンジアップをセンターへ、これが犠牲フライ。リンデンがホームに帰って4対0と楽天がリードを広げます。4回のバファローズ、ワンアウトからローズ、センターオーバーのシングルヒット。ワンアウト一塁でバッターは5番のフェルナンデス。長井のスライダーを右に持っていきました。セカンド小坂がうまく処理。463の併殺打、チャンスを生かせません。5回のバファローズ、ツーアウト一塁三塁でバッターは1番の坂口。坂口はセカンドへのファールフライ。ここは長井が踏ん張りました。6回のバファローズ、先頭の阿部が歩いてノーアウト一塁、バッターは3番のカブレラ。長井のスライダーをセンターに持っていきました。第12号のツーランホームラン。4対2とバファローズが2点差に追い上げます。続くローズ歩いてチャンスは続いて、バッターは5番のフェルナンデス。この当たりはショートへの併殺だ。バファローズチャンスを生かせません。7回のイーグルス、ワンアウト二塁三塁でバッターは3番のテッペ。2番手ボーグルソンからセンターへの犠牲フライ、貴重な追加点5点目が入ります。長井は9回2アウトから大村を打ち取って試合終了。5対2でイーグルスが勝って、バファローズは4連敗。勝った長井は初の2桁10勝目をマークしています。